5時55分555ですね。なんか2年前来た時も季節はもうちょっと後だったんですけど、5時55分に入った記憶が、あります。こっからですね、そうだな、コースタイムで言うと多分3時間半から4時間ゆっくり行って4時間ぐらいかな。まずこのまま登ってまな板蔵からですね、これ左ですね、まな板蔵から芝安で、またまな板に戻って、帰りはですね沼山峠まで歩いてバスというのも考えてます。はい、ぐちゅぐちゅなんて、またすげえが、ね、向こう、あ、会津駒ですね。カウママが去年の11月登ったとこですね。広沢田代はそんな広くはないんですけど、高山植物の宝庫ですね。と綿毛がねちょっとびしょびしょになっちゃって。広沢田代を徐々にゆっくりとした登りでですね、これからこの山というか一山越えてですね、標高でいうと200メーターぐらいが上がります。で、別の田代に、次の田代にですね向かいます。じゃあまたここからですね、登りが始まります。まあ、最初こういう風にちょっと短いスパンの木道が出てるんですけど、その後また結構登りがきつくなります。きついですか？天国ゾーン、天国ゾーンが過ぎて、ぐちょぐちょ、超ぐちょぐちょ、おお、ちょっと、ちょうど出発して1時間半5合目です。急な登りが続いてます。
見てみ、ほら、まずか広沢田代、さっきの田代、ちょっとガス来ちゃいましたね。だんだん地頭が出てくるようになりました。あら、こっちは綿菅かな。綺麗だね。火打ちはガスの中だな。浄土です、極楽浄土、熊沢田代です。すごいっしょ、見えないね、ゆうちは。どうぞどうぞどうぞ、行ってさい。出発から2時間。はい、青空、少し広がる。この工場なんか。晴れてきた。晴れてきたね。出発してちょうど2時間、ね、うん、ちょうどコースタイムだとこっから1時間ちょいぐらいかな。ずっと、お、7合目です。ちょうど熊沢田代からまな板蔵まで1時間40分標準で、ちょうど半分ぐらい来たかな。あと50分ですかね。じゃあ7合目から8合目だね。ぐいぐい上がってきます。いや風が気持ちいいけどね、うん。登り始めから3時間ですね。ここは毎年最後の最後まで雪が残る、まあ沢筋なんですけど、まあ、僕は何回か登ってるんで、ここ石の川って呼んでますけど、休憩スポットにもなってるし、休憩していこうかな。あ、まだ一部氷が残ってますね。3週間前来た時はここは10メーター以上雪で埋まっているというような情報がインフォメーションに書いてありましたね。
なんか。いやー、青空が出てきた。今9時5分ですね。出発して3時間ちょっと。さあ、山頂はそこです。行きますよ。これは残雪ですね。ここは本当ね、最後の最後まで残るんですけど、多分これだとあと1週間以内で溶けるかな。ここね、ちょうど一昨年来た時ずるって言って落っこりそうになったんですけど、おっと、ここ気をつけた方がいいよ。ここね、雪あとずるって言っちゃうんだよ。ここ怖いんだよ、ここ実は。まあ、残すところあと9合目を見ててっぺん行くだけなんで、 8.5 合目ぐらいかな。わあ、熊沢田代がですね、いやー、はっきり見えますね。こけると怪我しそうなトラバースロー、これね、木道こんなになっちゃってね、しょうがないから。カウママが歩いてます。ほら、熊沢田代、あそこから見えた赤い地帯ってここなんだよ。ね、疲れもだいぶ来てるね。と思ったら、おっちゃん、さあ、頑張ろう。最後の急登、おお、空しかないよあそこは。さあ、もうすぐまな板ぐらいですね。あと5メーターぐらいかな。よいしょ。日ヶ岳総持峰のうちの片っぽの山ですね。まな板から着いた。9時56分、ちょうど4時間だ。ぴったし4時間。ね、すんげトンボ。うん。
どうしよう。ご飯食べる。食べてるじゃん。お疲れ様です。また三角点かかとに。前来た時もいたような気がする。前おととしは9月に来たんだよ、じゃあ渋谷すぐらいですね。10時12分渋谷に向かって降りてあそこまで行きます。あっちがまあ本当の山頂があるんで行ってみましょう。じゃあわあ、姿がまた消えてしまう。こう降りてきて、ドーンと降りて、あそこに行きます。どうぞ。だいぶ下っちゃったね。あの暗部まで降りて登るんですけど、結構一昨年もねここはまあ下ってんだけど、なんかだいぶこんなに降りたかなっていうそんな感じですね。正直高さ距離はね変わんねえんだけど気持ちは変わってるね。まな板からぐーっと降りてきましたね。今度はこっちなんだけどね、今ちょうど暗部にいますね。あの大岩の脇がですね、あそこ一番シャドウがあるところなんだけど、結構な人が行ってますね。変な映り方しちゃった。来るよ。いや、雪だ。山の日の日付が入ってる。はい、来た。雄一山頂。10時46分。ああ、来た。
ました。はい。それはコロンビアの、そうですね、アクアタルミシャです。すいました。いや、小瀬ヶ原見ようか。小瀬ヶ原が隠れちゃった。お手柄隠れちゃったよ。あ、すごいいい匂いだね。環境で。やり。山崎チョコなんとか。うわ、すごい。なんか前大勢来た時さ、あんたがなんかパンケーキ焼いてきたよね。今ね10時57分ですけど、ありましたありましたね、うん、いつも俺こうやるんですよ、うん、10時57分ですけど、うん、ここは芝安蔵の頂上でご飯食べてたら、あの動画を見てくれてる、うん、あの登録の方が、うん、あのいらっしゃって声かけていただきました。ちなみにこんな感じです。こんにちは。カブさんの動画を見て大勢に来ましたよ。偶然ばったり会って驚いてます。これ本当出していいですか。いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。イニシャルで Y さんとか。あ、じゃあチラグ、チラグ、じゃあ私 M ちゃん、 M ちゃん、チラグさんと M ちゃん、 M ちゃんでお願いします、はい、よろしくお願いします。11時7分、だいぶいたな。またそこに戻ります。ああ、また暗部に降りてきました。またあそこまで行くんだね。11時27分、こっから下ります。よし、じゃあ沼の方にやってきます。帰りはね、長栄新道で帰ります。こう美濃淵経由で下に降りる。だから美濃淵だけまでは見晴らしいから安全に帰りましょう。大丈夫。怖い怖い。先行かせろ、こっち来い、うん、こんにちは。よいしょ、はい、じゃあまた長栄新道下ってきます。
もう1時間半、2時間ぐらい、こんな感じですよ。今1時ですね、ちょうど。あと3、40分で、まあ沼に出れんじゃねえかと思いますね。いや、こんだけ歩くの飽きてきたわ。1時44分。いや、長かった。いや、日内ですね。長栄新道の日内来ました。こっちは小瀬沼ですね。だいぶ小瀬沼も草が生えちゃったところもあるんですけど、そこに見えます。この道はですね、ぐるーっとこう回るとですね、彫像小屋とか、小瀬沼ロッジの方行くんですけど、今日寄ってるとちょっと時間がないんで、分岐を左に行ってですね、沼山峠まで歩いてっちゃってですね、出発地の三池までは、まあバスですね。で、帰ろうと思います。こういうことですよ。こういうことです。はい。はい。ここはですね、まあ、小瀬沼の北側にあたるんですが、ここも大きな湿原で、大江湿原って言いますね。今ちょっとね、いろんな花の季節で言えば、ちょっと端境期に当たるんで、まあ目立つような花はまだないと言っていいんですが、あら、ユリかなこれ。ユリだね。綺麗だね。結構咲いてるね。じゃあこの分岐でこっち行くとね、いろいろ小屋があります。休憩所もあるし、で今日はね、時間も時間なんで1時56分、沼山峠、チロチロ歩いてですね、バスに乗って戻りたいと思います。綺麗だね。